元の画像ディープドリームの適用、10回の繰り返しディープドリームの適用、50回の繰り返しディープドリームは、Google のエンジニアである、アレクサンドル・モード・ヴィンツェブによって作成された、コンピュータービジョンプログラムである。このソフトウェアは、畳み込みニューラルネットワークを使用し、アルゴリズムのパレードリアを介して、画像の中にパターンを検出及び強化し、意図的に過剰処理することで、 夢のような幻覚的な画像を生成する。この Google のプログラムは深く夢見るという用語を普及させ、訓練されたディープネットワークにより、望みの活性化処理を施し、画像を生成することを指すようになった。この用語は今や関連した画像生成手法のプログラムを指すまでになっている。ディープドリームソフトウェアは、 インセプションという映画と同名のコードネームが付けられた進化畳み込みネットワークを端緒とし、2014年にイミジネットラージスケールビジュアルリコグニションチャレンジのために開発され、2015年7月にリリースされた。Google のディープドリームプログラムのおかげで、2015年に夢を見るというアイデアと名前がインターネットで人気を博した。このアイデアは、 ニューラルネットワークの歴史の初期からあり、同様の方法が視覚的テクスチャの合成に使用されている。関連する視覚化のアイデアは、Google の研究の前に、いくつかの研究グループによって開発された。Google が技術を公開し、プログラムコードをオープンソース化した後、ユーザーが自分の写真を変換できるように、ウェブサービス、モバイルアプリケーション、 デスクトップソフトウェアといった多くのツールが市場に登場した。ディープドリームは画像を自動的に分類する目的で画像内に顔やその他のパターンを検出するように設計されている。ただし学習後、ネットワークを逆方向に実行して元の画像をわずかに調整して特定の出力ニューロンの信頼性スコアが高くなるように仕向けることもできる。これは ニューラルネットワークの出現構造をよく理解するための視覚化に使用でき、ディープドリームの基礎概念となっている。ただし、十分な反復を行った後には、最初は取り立てて特徴がない画像でさえ、パレードリアの形成が十分に調整されることで、サイケデリックでシュールな画像が、アルゴリズムにより生成される。最適化は、バックプロパゲーションに似ているが、 ネットワークの重みを調整する代わりに、重みは固定して入力が調整される。例えば、既存の画像を変更して、猫のように見えるようにすることができる。また、結果として得られる強化された画像を、再び処理の手続きに入力できる。この方法は、雲の中に動物や他のパターンを探す活動に似ている。入力画像の各ピクセルに個別に、勾配効果を適用すると、 隣接するピクセルに関係性がほとんどない画像が生成されるため画像は過剰に高い周波数情報を示す。生成画像は全処理または生息化処理により大幅に改善される。その処理とは自然な画像統計または単純な平滑化を持つ入力を優先するものである。例えばマヘンドランラは画像を区分的に定置化する。 全変化の生息化を使用した。いろいろな生息化技術が詳しく討議されている。特徴の視覚化と生息化技術の真相的かつ、視覚的な研究が2017年に発表されている。ディープドリームで処理された画像は、LSD 及びサイロシビンが誘発する幻覚に似ており、人工神経回路網と視覚やの特定部位との間の機能との類似性を暗示している。 プールの3人の男性の写真に対しディープドリーム処理した例、夢を見るアイデアは出力内のニューロン以外の隠されたニューロンに適用できる。これによりネットワークの様々な部分の役割と表現を調査できる。また単一のニューロン、またはニューロンの総全体を満たすように入力を最適化することもできる。夢はネットワークの視覚化や コンピューターアートの作成に最もよく使用されるが、訓練のメニューに睡眠時の夢の入力を追加すると、コンピューターサイエンスの抽象化の訓練時間が改善されることが最近報告されている。ディープドリームモデルは美術史の分野にも応用できることが実証されている。ディープドリームは Doing It for the Money の歌のフォスターザ・ピープルのミュージックビデオに使用された。最近、 サセックス大学の研究グループが幻覚機械を作成しディープドリームアルゴリズムを事前に記録されたパノラマビデオに適用してユーザーが仮想現実環境を探索して精神活性物質や精神病理学的状態の体験を模倣できるようにした彼らは幻覚機械によって誘発される主観的体験がサイケデリック状態と現象学的に類似している一方で 比較対象のビデオとは著しく異なることを実証することができた。ありがとうございます。